今日は EOSR3 に液晶保護フィルムを貼っていきます液晶保護フィルムを貼る位置はこの背面液晶と右肩の表示液晶ですねそして今回購入したのはこちら、えー、グラマスのエクソラガラス 1> です同じはい、銀1プロデュースって書いてありますね4キャノン o、e、s r3 専用ということで、まあ、特にこの銀にして買ったわけではなくてこれを購入した際に EOS r3 を購入した際にフィルムいりますって言われてああそういえばフィルム買ってないやと思って買っとくかということでくださいと言って出てきたのがこれあとフィルムかガラスかっていうのを選べたんですけどもまあガラスにしましたはい。 じゃあね、設定とかはね、まだあの途中なんですよ。結構奥が深くて、あのやりまだやりきってないんですけど、まあ本格的にいじる前に、ちょっとね、ちゃんと保護フィルム的なものをね、貼っておこうということですね。これ、どっちが開け口かわからん。こっちだよいしょ。こっちじゃないな。<laughs> 難しいパッケージをしてますねはいえっ、ー、と価格はねこれ2500円ぐらいだったと思うなすいませんちょっと覚えてないですけどまあたいそんぐらいはいグラマスこんな感じこんなこんなプラスチックに入ってなくても僕はいいと思っているんですけどこういうのいるかねもうちょっと簡素化してほしいです おまだお周りにねテープがこうはまってんだよねこれで外れるかな <laughs> どこにテープが貼ってるかわからん。よいしょ。よいしょ。はい。はあ、え。すごい。高級感。<laughs> ただ、これ何の役にも立たないよね。え、これがガラスなの。これがガラ、あ、これがガラスらしい。え、本当に。こうね、ガラスが貼ってあったんですよ。これほっとくと、ピュって、これすごいね。 えこれじゃこれの,のもしかして怖っ危なっこっちが本体でした危ない何なのちょっとちょっと書いといてよこえ <laughs> こっちが本体ってことなのでちょっとわかりづらいと思いますけどはいこれが表示パネル用フィル これ、ホコリ除去用のシールですね。で、まあ、貼っていくわけですが、基本的には、あ表面のホコリをね、シコシコと取っておきまして、で、一応指紋とかがね、ついてたら、指紋とか油汚れ、手油とかがついてたらねクリ、クロスで拭きます。はい。で、また、 やりますが、これね、まあ、こういうシールで埃、えー、があればれシールでペタペタと取ってっていただいてはい養生テープとかでやったりすることありますねただね養生テープはのりが残ったりすることがあるんでその養生テープの質にもよるんですけど で、こうしている間にも埃がどんどん落ちてくるんでこのね時間との勝負ですよね、まあ、よく昔はお風呂場でしろとかいう話をねがよくありましたけれどもこれはね本当に真実ですよお風呂場おすすめただうちのスタジオにはお風呂場がないんでねはいじゃあちょっとかんおお落ちてくるねー 基本的にこの自分が着てる服のほこりとかが落ちてきたりとかするんでね油断ならないですよねあと空気の流れがないところでやるのがいいでしょうはいこれも大体取れたかなこれねいつまでやっても落ちてくるんでこの表面の実際ねこれから 貼るフィルムの表面もちょっとね掃除しておいた方が分かりやすいですはいないねないないでこの間にまたホコリが落ちてるんでこれねホコリとのでこれ大体多分ねぴったりに作ってあると思うんでどっちかに寄せるかもう決めるこれねアクリル板にガラスが貼ってあってこれ剥がせって話なんですけどこれ貼りづらいな 張りづらあっもう張っちゃいますドンよいしょこれとりあえず乗っけてあとはキュッキュッキュッとやったらピヤッとピヤッと勝手に貼り付いてくれますねあこれは貼りやすいいきほが逃げてくの分かりますピューッと。 ま、ちょっと残ってるところがありますのでこういうところは、えー、クロスでね押さえてってやるあ綺麗。はい気泡もなし完璧ですねこうやってちゃんとは,はまるんかなあ浮かずにちょっとねガラスなんで厚みあるんですけどいいねえか多少厚みあるんですけどちゃんと閉まりますね、はい、いいんじゃない ゃあ次にこここれはね気持ち的にはこっちを先に貼った方が良かったかもしれないですね、はい、ではクロスで拭いて埃を飛ばしもう埃入ってないですね埃がいないので大シール薄離シール12とありまして1の方がえー くくっつく面ですねなんでまず1を剥がす、はい、こんな感じかなこれはシートなのでちょっとこうキュッキュッと押さえてやるで最後にこの剥離シールを剥がすと見事に 気泡が <laughs> クロスで気泡を追い出せばこれでグラマスのガラスとフィルムを貼りましたと。貼れました。じゃあね。